何ですか？今日は何時？カズとの…カズと幼稚園、今日はね今日20日今日明日と明後日、夏の季節、土日飛ばして、月曜日も夏の季節。カズとの誕生日はいつだっけ？9月16日。だけど、誕生日プレゼントは、前借りすんの？もう早くもらいたいの？もらいたい。何が欲しいんだっけ？誕生日プレゼントは。ヨーカーツリーの寿司、天ぷらどっちだっけ？天ぷらな。それパパのスプラトゥアミーブじゃない、多分。その、あの、ホタルと、なんとかの。アオリだっけ？買ったの？そうだよ。2個セットに使っちゃった。じゃじゃじゃん。あ、パパ本って嘘ついたな。違うよ。本当だぜ。これ開けてもな。本って嘘ついた。やっぱり嘘。見して、何入ってた？11時半頃下校で帰った。ヨッカヨッチ3寿司だ、プラちゃん。はい、なんだそれ。メダルか。メダルが入ってるの、また開けてみて。何これ。やったー。何のメダル入ってるの。タムニャン。ん？メダル。トムニャン？タムニャンのメダル。トムニャンのメダルが入ってる。妖怪のおじさん、今からやっていいですか？はい、カズトは今日で幼稚園おしまい。明日から夏休みですか？いいなぁ。妖怪ウォッチ3は面白いの？面白いの？面白い？今あんまり青葉なんとか言ってないけど、どうすんの？妖怪ウォッチ3は面白い。こうちゃんは結構普通にあるんだよな。ほぼカレンダー通りだな、こうちゃんな。妖怪ウォッチ3は楽しいんですか？あ、そう、髪切ったな。今日切った。お日様。青葉ってどこに行けばいいんだ？ん？青葉？うん、そんな行きあんの？ここを押したらいいんじゃないの？あ、これ乗って降りるんじゃない？電車に乗ってこない？こっちから来たらこっちの？渚行き乗ればいいんだよ。これ乗ってごらん。え、渚ってこっち行くんやろ？やけん、青葉って次の駅が青葉だよ。うん、やっ
けん、そこにさ、降りればいいのか、うん、そうそうそう、そっか、仕打ちとかあんまり覚えてなかった。次は青葉って書いてあるじゃん、うん、次は青葉、簡単に読む。